はい、おはようございます。今回は、スノーハイキング、あの本格的じゃなくて本当に、まあ、雪があって、まあ、車道はそこそこあるようなところでの、アイゼン、いつもこれをおすすめしてるんですけど、それを、もっとあの使いやすくカスタムしたので、それのご案内しようと思うんです。で、あのどうしてもね、あのすごい、例えば車道があるとか完全に岩が凍ってるようなところで、このアイゼンでは多分刃の長さであったりとか頼んない、それから当然靴を変えていかなあかんので、あのどうしてもこの辺では難しい。でもね、逆に言うと普通の3シーズンの靴で、厳密に言うたら、リスク的にはありますが、例えばこういうハイキングシューズでもつくんです、このあのアイゼンが。でこれをね、普通の付け方、メーカーの付け方はこれ、こういう状態で、長さ調整、当然この靴の長さに合わせていただきます、調整します。で入れてちょうどの長さで、ところがね、これあのここがね、あっち行ったりこっち行ったりするんです。だからまあ形が分かってるので、基本的に外側からつけてっていうのがメーカーのやり方です。でここから前持ってきていただいて、このワイヤーに通していただく。で前の貫通していただいて、テープのよじれがないようにだけ確認していただいて、ワニ口クリップ下から入れていただきます。で締めます。一回ここで仮止めして、ここからちゃんと増し締めしていきます。スタートここです。ということはここから前に持ってきていただいて、ギューッとここから前で、ここを持ち替えて前持ってきていただいて、締めていただいて、締まる。ちょうどこれあのワイヤーがしなった状態でヒールに食いつきますんで、綺麗に止まります。これね、よくできてるマンジというシステムなんですけど、これでテープ、ワニ口でロックかかってるので、これを押さないようにだけ気をつけていただいて、先三角使っていただいて入れます。で引っ張っていただいて、ここに缶があるのでこの缶を通していただいて、ここへ戻してくださいというのがメーカーのやり方です。で、あのよくあのアイゼンのベルトを切ってしまう、あの確かに長すぎるのは切ってもいいかもしれないですけど、長くないとどうしても引っ張るときに力が入れにくいんですよ。あの短いとどうしても力が入りにくくて締め切らないので、あまり切らない。逆に言うとこれももっとどっかあの入れてしまって折り込んでいくとかっていう風にした方が、いいと思います。ちょっと少し手間ですが、でこれが通常のメーカーの、指定の止め方になります。でこれでね、全然問題ないんですよ。でただね、やっぱりこれここ缶入れたら、まあ、抜かなあかんとか、それからよしよしで、これを外側で作業をするので、こういう状態で外したりつけたりをせなあかんですよね。当然まあ普通のやつはもうアイゼンみんなそうです。でここから抜いていただいて、これで外してもらったらいいんです。ところはさっきのお話で、ここがあの例えばよく間違えるのは、ここへ噛んでしまうとか、これがもう浮いてるので逆側からこういう状態でしようとするとか、それからさっきのお話、このワイヤーにきれいにこう
かけれないとかっていうことがやっぱりあるんですね。やっぱ雪の中で、あの寒い中、椅子もなければ地べた座ってとかいろんなことしてると結構つけやすさっていうのがつけにくいというのが言われたので、でこの間まあたまたまガイドさん、ガイドうちのガイドと話をしょったらね、あのこれワニ口って例えばちゃんとロックかかるので、ひょっとしてこれ内へつけても内側にこのワニ口が来てもいいんじゃないのかなという話になったんです。で確かに通常のアイゼンって必ずこういうのもそうですね、必ず外にこういう風に来る。でこれがね、例えば内に来た時に当たった時にこれって多分ね、緩みってほら結構出る可能性があるので、基本的にこのダブルの缶をかましてるやつっていうのは外に来るべきなのかもしれないんです。だけどワニ口って一回こう噛んでしまうとなかなか緩むことがないんです。でひょっとしたらこれ内側にもつけれると思ってやってみました。で何をしたかっていうと、これカスタム、まあ使われてるやつをちょっと改良、あの、触ったんですけど、このベルトのスタートを内に持ってきました。でこれほらこんだけ空間が空いてこっちあっち行ったりこっち行ったりするのを、一つ缶を入れることによってここからちょうどの長さやから抜けない、動かない状態だから、ワイヤーからスタートっていうのを守れるんです。で外側にワイヤーに通すのがなかなか分かりにくいので、こういうパーツを作りました。でこのパーツを外側につけとくと、あ、そうか、靴がいる貸して靴、ちょっと貸して、右へ、じゃあ左、あ、じゃあ右、右、右、右貸して、じゃあ、ちょ、左や、ごめん、左やほんま、左や、で、この状態でさっきの話ですね。で、このまま外缶なので手探りでも多分入れると思うんです。で入れていただいて、で今度これは全く一緒です、前の缶通していただいて、で今度内へ持ってきます。でワニ口の内通していただいて、この状態から増し締め、スタートこっち内側なので前へ引っ張って引っ張って引っ張って締めてあげると、ちゃんとワイヤーがここに噛んだ状態になるんです。で余ったものをここワニ口、さっき言った同じです、上げへんようにだけしていただいて、押さえとくか上げとくかで通していただいて、ここの缶、ここは一緒です、で通していただいて、このままここまたロックかけていただくと、これでまずここを踏もうが何しようが引っかかることもないし、あの緩むこともない。で外へ持ってきていただいて、ちょうどここに缶を1個つけましたんで、この状態で、この長さはまあこの長さぐらいと多分ね、これを踏むことってまずないと思うので、まあ嫌やったらここでもう一回折り返しておいてもらってもいいかなと思います。こうすると操作性が明らかに内側に来るので使いやすい。これが一応カスタムで、パーツをまた別売でしようかと思ってます。で外すときはもうまた同じように外していただいていいんです。で、缶を一回引けたらそのまま引いてもっていいんですけど、ちょっと引っかかったらこのまま抜いていただいて
ちょっとここはねやっぱりしっかり緩むと大変なんで、ロックかけ外していただいて、で輪に口、それからここまでひょっとしたらこの状態でセットしとけばここへ足を入れてもらったら済むので、ここへ通す手間が一つ省けるかもしれません。これ分かってれば全然あの一個一個通してもらってもいいんですけど、こういうのここに一つ通さんで済むんで、 OK、 分かる？よいしょ、はい、そしたら一応これ入ってください。つけてみましょう。一回やってみてください。で、よいしょ。で、この配線はね、あの本当に、はい、靴入って、紐閉めて、いいよ、まだまだいいよ。で、この配線はあの、刃が黒森鋼なのでとても強い材質。それはもう一般的に普通の、あの普通のって言ったらですね、あの有名なグリベルとかどこのも一緒です。黒森鋼を使ってるので曲がることもないし折れることもほぼない、まあゼロではないですけどほぼありません。で軽さっていうのがやっぱりこれのすごい最大の武器でして、これで例えば、同じ12本340でグリベルの12本、これはまああのこれもあの刃の短い方を一般的に使いやすい方なので、これでまあこれセミアタッチなんでちょっと重たいかもしれないけど440か、だからほぼだから100グラムの差があります。ということは確かにあの明らかに、難しい、岩が凍ってるとか明らかにシャドウが凍ってるとか、刃を立てて上がらなあかん時には当然こういう刃の長いもの、それから尖ってるもの、それから靴もしっかりしたもの、冬用の靴が正しいとは思いますが、普通のスノーハイキング、例えばまあ例えば出てあかんのか、まあ、マイナス5度ぐらいのことでそんなに、リスクの少ないことであれば、この100グラムの差っていう機動力は、明らかにエキスパートは優れてると思うので、まあこれからのステップアップは本当にあの靴から変えていかなあかんので、やけどそれまででとりあえずどこまで雪山がチャレンジできるか、要はあの明らかなリスクを伴う雪山以外であれば、これはとても有効な愛禅だと思います。はい、だったらよかったらちょっとつけてみてください。よいしょ。前通さなくてもいいよ。通さなくても。そう、うん、そのまま。はい。雪の中でやってると思ってね。あ、手袋してもった方がええんちゃう。うん、そこで9、ある程度9。はい、前通して。さっきあのさっきマシ締めしていって、さっき、うん、からね、そうか、うん、そこを必ずワイヤーしならして持った状態で、そう、ごめんごめん、はい、でギューギューっとギューっと、これがほら内へ引けるから外から引かんで済むから、はい、締めありがいいやろ、はい、簡単やろ多分、そうです、ね、よう締まったやろ、はい、うん、ただそこ気をつけてや、あの緩むよ、スーッと向いてもらわないと、そう、その通り上手で、そこで、うん、缶の方へ戻して、輪に口へ戻してください、輪に口、うん、缶じゃなくて、そう、そう、そこ、こっちに戻したね、うん、はい、あの分かってる人はその缶をまたがしてねえけど、一応ここでロック一応かけて安全のため、はい、そこでもしよから踏んだとしてもこれで完全緩まないので、はい、で外へ流してもらったら缶へ流してあるでしょ、そこも多分入れやすいやろ、はい、でそこへ戻してもらったら、それはあの普通に返してもらったら、あの、はい、あんまり引っ張ったか、うん、はい、横向いて、はい、うん、そう、邪魔なやつはそうやって入れといても、
はい、はい、綺麗に、だからほぼあの雪の中で、しゃがんだ状態でも多分あのつけやすいと思います。この方が多分改良版カスタムはよくできたと思うので、持ってきていただいたら付け直しはさせてもらいます。で、あのパーツはまた、パーツでご自身で付けられるやつはあの販売しようと思ってますんで、はい、今回は、エキスパートのアイゼンのカスタムのお話になりました。以上です。